てるやでーす。いつもご視聴ありがとうございます。今回はですね、Tスクエアさんのオーメンズオブラブのギターソロを解説してみたいなと思います。でですね、今回のギターはですね、アンプリチューブ5をまた使用しております。もうこればっかり使ってますね。非常に使いやすい。あの時代のですね、多分安藤さんはですね、あのカスタムオーディオエレクトロニクスのですね3プラスですね、あれを多分使ってますので、あの昔の方の3プラスですね、 SE じゃない方ですね、を使ってましたので、このね3チャンネル目、これがですね、ソルダノを確かですねモデリングしていると思いますので、今回はアンプリチューブ5のソルダノモデルを使っております。もうモデリングばっかりですけどね。僕もですね、あのカスタムオーディオの音が大好きでですね、あの3プラスの SE の方ですね、あの新しい方、銀の方ですね、あっちはですね、まだ未だに隠し持っておりますが、あれもね、うまくパソコンにね、こう繋げたら使いたいんですけどね。意外とね、あのキャビネットモデリングっていうのあるんですけど、パワーアンプモデリングっていうのがないんでね、やっぱりパワーアンプを使うか、なんかあのちっこいやつとかね、あとトルピードとかですね、ああいうのはなんかパワーアンプモデルっていうのがついてるんですけれども、ちょっとね、またあれまで買ってってなるとね、まあちょっとね、卓録環境がですね、もうぐっちゃぐちゃになっちゃいますんで、パワーアンプシミュレーターっていうですね、なんかプラグインがあったらですね、最高なんですけれども、あ、トルピードのプラグインではもしかしたら使えるのかもしれないですけれどもね、ちょっとやったことないんで、まだわかんないんですが、まあそれはね、さておきね、早速解説の方行ってみましょう。レッツゴー。さあ、それでは早速解説していきますと。で、まず最初ですね。まあ、ここはそこまで難しいテクニックはないと。で、次はね、こうスライドでね。で、ここがスライドで行くんですけれども、今回はですね、安藤さんがですね、実際に演奏した動画がありましたので、これはね、コピーしやすかったですよ、今回は。で、ここのね、スライドなんですが、これね、ここのスライドがね、ま、こうなんですけれども、次がね、このね、こう行きますので、これにね、行きやすいように、ここでね、これでね、ハンマリングしてスライドして、安藤さんはスライドみたいな感じで弾いてましたね。こんな感じでね。なんでこれもね、一応譜面にしときましたので。ここですよ、みたいなね。こうすると本当にね、こっちに行きやすいんだよね。ここもですね、こうした時にね、この人差し指のね、こう左手の人差し指で、こう2弦をミュートしておくと、こうしてないとね、こう逃げになっちゃいますんでね。で、次が結構ね、ここね、指がね、移動しますのでね。こんな感じでね。で、まあ、ここの運指なんですけれども、僕はね、このね、こういった方がこっちに、ここでね、薬指で行って、次、こう行くと移動しやすいですかね。で、次がですね、ちょっと早いフレーズになるんですけれども。で、まあ、ここでね、ちょっとアームがね、また出てきたんですけれども。でね、ここのね、最後なんですけれども、このね、ハーモニクスのとこ。ここがね、ちょっとね、聞こえにくいところなんですけれども、ここがね、最後ね、たかたかたんたたーってなってるんですが、これがね、短く切ってるのか、開放が、こうなってるのか、ちょっとね、怪しいところではありますが、ちょっとね、ややこしいので、ここはね、こんな感じでね、ちょっと切った感じで、今回はコピーしてありますね。ね、こんな感じですね。で、ここがね、プリングで、あとはフルピッキングですかね。ここですね。ここだけね、なんかプリングしてるっぽいんですよね。ここのね、最初だけプリングしてる感じしますよね。
こんなね、感じでプリングしてると思うんですけれども。で、ここがね、もうクロマチックですね。この半音階のですね、オンパレードですので、このね、半音階は安藤さんよく使いますので、これを得得しとくとですね、他の曲のフレーズももしかしたら弾きやすいかもしれないですね。で、次がですね、これがね、8部でタカタカタカってなってるんですが、これね、このね、ダウンアップダウンアップで弾くとね、ちょっと弾きにくいので、こういうね、弦が飛ぶときはですね、このね、アップダウンで、このね、アップダウン、アップダウンで、これね、アウトサイドピッキングって言うんですけれども、アウトからね、この攻めていく感じですね。こうするとね、弦飛び。これね、1弦と3弦っていうのはね、こう弾きやすいんでね。まあ、これでもいけないことはないんですけどね。このテンポだとね。なんですが、ここはね、安藤さんもね、このアウトサイドピッキングで弾いておられましたので、こっちでね、慣れておくと今後いいのかもしれないですね。で、次がですね、またちょっと早弾き来るんですけども、これがね、ここもですね、ちょっとピッキングがちょっと変わってまして、普段ね、皆さんペンタトニック弾くときはどうやってピッキングしてますか？多分ですね、こうだと思うんですよね。でね、このアップからじゃあやりましょうという人はね、あんまりいないと思うんですよね、この。最初、このペンタ弾いたときは、俺はアップから弾き始めたぜっていう人はね、あんまりいないと思うんですけども、このダウンからね。こう行くんですけども、ここもね、きっちりと練習されてる方はですね、この、こうね、16部で攻めるとですね、ここの、こういうピッキングになるんですよね。タカ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 タンってね、こうなるんですけども、そうするとね、ちょっとここスピードありますので、ここからね、この、こういうね、ピッキングだとね、これがね、弾きにくいのでね、アップダウン、アップダウンでいきますんで、このね、譜面通りにですね、こうピッキングしていくと、これがね、どうしてもね、このアップからこういう感じに、ね、なってしまいますので、これだとね、なかなかね、この慣れ親しんでないというかですね、あんまり練習してないピッキングだと思いますので、これをですね、この、いつもの。ああ、弾きやすいですね。これ、ダウンアップ、ダウンアップで。ね、この1弦に対してダウンアップと。アップダウン、アップダウン、アップダウン。これで弾きにくいんでね、ここもダウンアップ、ダウンアップで、こう、いけるようにピッキングを変えてあげると。なんでね、このリズムに対してちょっとね、アップの場所がちょっと変わっちゃいますので、普段ね、このダウン、ダウンでこう、頭を取ってる方はちょっとね、リズムがちょっとムムってなるかもしれないですけど、こっちの方がね、絶対に弾きやすいのでね、安藤さんもね、やっぱりこちらで弾かれてますので、最後はアップで終了してましたね。なんでこれをですね、ダウンから始めるには、で、ここでプリングして、あとはこう、ダウンでいくと。こういう感じですね。こういくと弾きやすいということですね。で、運指もですね、さっきの感じが弾きやすいんじゃないかなと思いますね。で、次がですね。で、ここもですね、まあ、ここはそんなにテンポも速くないので。まあ、さっきのアウトサイドピッキングでもいいですし。まあ、全部ダウンでもいけますけどね。で、次はですね、フレーズの最後にタッピングが出てきますね。でね、ここがね、ちょっとだけブリッジミュートしてる感じですね。なんかね、ライブだとね、この辺、ちょっとピッキングハーモニクスっぽく弾いてますよね。こんな感じでね、弾いてますけれども、今回はね、最初の音源の方ですね、コピーしておりますので、もうこのチョーキングの時にもすぐに、このね、12フレットの近くに、こう、タッピングのね、準備をしておくと。で、そのままですね、タッピングのフレーズと、
こんな感じでね。これがね、開放弦がね、含むやつはですね、ノイズがほんと出やすいので、これね。これでね、二弦に当たったりしてですね。こうなっちゃったりするので、これでしっかりと、久しぶりこう、押さえたこのね、腹で一、二弦をですね、こうミュートしておくと。さあね、この段階では音出ませんのでね。で、まあ、皆さんどうしてるのかわかんないですけど、僕はこの、でこうプリングした時はもうこれね、1、2弦はこの久しぶりのこう腹でこう見えますかね、こんな感じでミュートしてますね。あとこれタッピングですので、ちょっとねリズムがね取りにくいので、ここもねゆっくりと、なんで繋げて弾くと、これで3弦伸ばしっぱのままで、ってこうね、こうミュートして、こっちに入ると。まあこんな感じだよね。で、ここはですね、さほど難しいことはないんですが、ちょっとね、ここもチョップ奏法的な感じでね、パーンって弾いてますので、こんな細かーく弾いてる感じじゃなくて、やっぱ、こんな感じでね、チョップで弾いてる感じでしたので、こんな感じでね、行くんですが、なんでここね、ここちょっとね、最後、ゆっくり弾いてみますね。で、まあ、ここまた最後、アームですね。で、ここの途中からですね、大きなスライドが出てきますので、ここはですね。こんな感じでね、大きなスライドきますので。で、ここ3弦の5フレットからですね、こうスライドして。このね、5フレットから、1弦の5からですね、ちょっと3弦の5までちょっとね。ちょっと飛んじゃうんですけども。ここから5から9まで行って。で、この最後だけね、なんかスライドしてましたね。で、ハーモニクスですね。で、これでまたね、最後、アームで終了という感じでございますね。で、このね、最後の今のこのフレーズのところは、がっつりね、もう一本ギターがいてハモってますので、これね、ちょっとね、ハモりのパートはですね、パパパって作っちゃったので、多分ね、こんな感じだと思うんですけども、ちょっとね、ゆっくり弾いてみましょうか。てなね、感じでね、最後はね、この、これでなんかアームが鳴ってる感じしますけどね。このね、バッキングの方のアームっぽい気もしないでもないですけど、ま、このね、譜面を見て、多分ね、こんな感じなんではないかなっていう感じですけれどもね。以上でね、オーメンズ・オブ・ラブのですね、解説終了ということでですね、皆さんいかがだったでしょうか。これからね、安藤さんのギターソロをコピーする方やですね、挑戦したけどなんかちょっとうまく弾けないんだよなっていう方のですね、参考になったらですね、とても嬉しいです。そしてですね、いつもご視聴高評価ありがとうございます。またね、解説動画出していきたいと思いますので、皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、それではまた次回お会いいたしましょう。ありがとうございました。